1977年のショートミ別駅と、周囲約500メートル750メートル範囲、右が中トン別方面、駅舎を中心に、千鳥城の端式ホーム2面2線と、駅舎横とイネップ側の貨物ホームに引き込み線が2本、駅裏に2本の貨物用の副本線を持つ。駅裏には、広いストックヤードが広がり、たくさんの木材が望みされている。 駅前右横の草むした広いヤードには、この写真の6年前に廃線となった、歌登町駅軌道の駅前の乗降場のほか、貨物線、転車台及び車庫等があったが、すでに撤去されている。写真右側の踏切付近から、天北線が右上へ向かうが、歌登町駅軌道は、国道275号線の下を通って、橋梁を渡り、右方先のトンネルを潜って、 けのぼり別へ向かっていた。また、トンネルができる以前は、天根北線に沿って、少し北上してから国道を横切り、国道沿いに、岩手地区まで北上してから東へ方向を変えて、うか路の峠へ向かっていた。それぞれの軌道跡が右端に見える、国土交通省国土画像情報をもとに作成。小富別駅は、北海道江差市郡中と別町あざ小富別に、かつて存在した。 北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号はトン、天根北線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。天根北線廃止時まで運行されていた、急行、天北の停車駅であった、当駅が所在した地名より、地名の富別廃止時点で2面2線の短式ホームを有する地上駅であった。ホームが、千鳥式に配置された。 列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム西側と対向ホーム東側を結んだ、校内踏切で連絡した。駅舎側ホームが、上り線、対向ホームが下り線となっていた。その他、上り線のオトイネップ型から分岐し、上り線ホームはす向かいの貨物ホームへの貨物側線を一線、本線のオトイネップ型から分岐し下り線の、 外側への貨物側線を2000有していた。かつては豊富なン産資源を背景に多くの側線を有したが、末期にはその多くは撤去されていた。また1983年時点で電鉄機が撤去された専用線が残存していた。職員配置駅となっており、駅舎は校内の南側に位置し、両ホームとは通路及び校内踏切で連絡した。 1970年までは、北海道開拓のため建設された、植民軌道の一つであった歌登り町営軌道が、接続していたが、路線の一部区間が重複する、三行線未成区間建設促進のため廃止された。急行、天北の停車は、歌登り、江差方面に向かう乗客の便宜を図ったもので、駅前からは、江差発着の宗谷バスが連絡していた。 歌登町駅道小店別駅小市街を形成している。旧丹波や旅館がかつての繁栄の痕跡として残る。小店別駅跡地1997年時点ではバスターミナルとなっており、諸誕場らしきコンクリートの異物も残存していた。2010年時点でも引き続きバスターミナルであったロータリーとなっており、そうやバスが方向転換に使用している。また、 駅跡周辺の線路跡は、富別側の改修工事による流路変更のため、川や河川敷地となった。また2011年時点では、駅跡から南輪っかない方に行ったところに、長屋沢川橋梁が残存していた。北海道旅客鉄道店北線上、おといねっぷ駅、商店別駅、上と別駅かつて上、おといねっぷ駅と当駅との間に、 天北かり上工場が存在した11月19日には存在していた1965年10月廃止。ありがとうございます。